沖縄戦の実相を取材するため、読谷村のチビチリガマを訪れた池上彰さん。沖縄戦当時、チビチリガマに避難したおよそ140人の住民は、アメリカ兵の残虐な仕打ちを恐れて集団自決し、83人が命を落としました。当時アメリカ軍に捕まると暴行を受けたり殺されたりするんじゃないかと、その前に自分たちで自決しようということだったんですよね。そうですね、うん、当時はきつく米兵って教えられたんですね、はい、うん、生きて旅衆の恥ずかしめを受け、はい、受けずと、うん、集団自決が起きたガマの内部は普段立ち入りが禁止されていますが、今回は特別に中に入って撮影します。はい、この辺まで来て、まだあと、まだでしたね。伝統があるところまでお願いします。はい、もうちょっと大丈夫です。はい。そうでもね。へえ、あ、いや、あ、こんな風になってるんですね。はい。そこに当時の、あ、なるほど、当時のものがいろいろものが。これみんな、そこで生活したものなんですが、はい、散乱していた骨をですね、はい、みんな集めた。これ骨ですよね。そうですね、骨です。これ小さな骨ですね。そうですね、子供たちの骨とか。子供の骨でしょうね。こんなに小さな骨を見るとたまりませんね。そうですね、自決に使われたかもしれない、ね、れんでしょうね、これね。この釜とかですね、この、まあ、釜とか包丁ですね。包丁でしょうね。はいはい。毒薬や刃物を使った肉親同士による殺し合い。戦後38年が経つまで集団自決を生き延びた遺族がその出来事を語ることはありませんでした。もう助かった、またこう追い目があって、また語れないという。だからそれでこのガマは語れないガマと、語ってはいけないガマになってしまったんですね。凄惨な歴史を二度と繰り返してはいけない、その使命感から、生き残った人のうち何人かは当時の出来事を語り継いできました。しかし体験者も年を重ね、今では直接話を聞くことが難しくなっています。ここの我慢のですね、体験者がもう今3名いるんですが、はい、まあお話がですねできなくなっています、うん、正直今年の慰霊祭もですね一人も参加していないんですよ。ああ、そうなんですか、はい、これからそういう伝承といいますか、うん、そうですね、どうやってこう若い人に伝えていくか、大きな課題ですね。そうですね、続いて池上さんが訪れたのは、継承という大きな課題と向き合う読谷村史編集室です。池上と申します。編集室では、はい、読谷村で戦争を体験した、はい、およそ2500人から聞き取りをしてきました。集団自決に関わった方々の聞き取りっていうのはまた大変でしょうね。本当に大変です、はい、で残ってるテープというのも本当にごくわずかなんですね。まず遺族の皆さん方のところにテープレコーダーを持っていくと、はい、まず何も話してくれません。あ、なるほど、はい、だからやっぱり自分のお母さんが自分の兄弟たち殺して僕も傷つけたけれども僕は助けられたとか、うん、そういう記憶というものを生き残った人が話すことは本当に苦しいんですね。で今日でも MD、 それから遺族との関係性を少しずつ築いて貴重な声を記録してきた小橋川さんたち。チビチリガマの集団自決を生き延びたある男性の証言を聞きます。4月1日にね上陸したわけですよ、はい、それから4月2日になりました。半ズボンを着た白人がね、はい、入ってきたんですよ。武器持たないで、本具は持ってね、黄色い表紙の本があったんです、うん、片っぽ日本語、片っぽ英語、ね、日本を戦負けましたとかね、殺しませんか、出なさいとかね、みんなに見せたですよね。見たらいかんよと、上のボスがいるわけです。
もうこれ終わりだと、もう自分たちでね、自分たちのものを始末せないかんと、そう言って始まったわけですよ。子供殺したり注射したりね。今の話ですと、はい、白人が来たと、アメリカ軍がですね、はいはい、だからあの5000名もの、その住民を保護するための部隊がいたっていう、はい、うん、こう多くの沖縄の人たちがアメリカ軍が来たらひどい目に遭うんだと、その前に自決しろみたいなことを言い渡されていた、みんな思い込んでいた。ところがアメリカはアメリカで助けようとしていたって、皮肉なことですね。そうですね。体験者などの証言をもとに史実を記録してきた孫氏編集室。その中には集団自決が起きた要因に迫るものもありました。お話しされていた上原さんは、彼も死のうと思って、実は中に看護婦さんが一人おられて、その看護婦さんが毒の入った瓶や注射器をその日本軍から持たされていて、それをこうあの注射していく中に、私にも注射してと言ってこの人は並んだ。まあ彼女は本当はあの、満州の日本軍 の、 あの病院にいて、中国において日本軍が侵略していて、地元の人たちどうしたかということを強姦されて殺されていくよという、そういうことの話ですとか、もう めちゃくちゃこうやってきたということをもう帰還したその兵士たちから聞いていて、自分の家族や親戚をそんなふうな目には合わせられないと、だからやるんだということなんですよね。体験者と向き合い続けてきた小橋川さん、歴史を正しく継承するためにはあることが重要だと訴えています。